国道173号は、池田市の西本町を起点に、綾部市の新綾部大橋を結ぶ、関西のローカル山間国道です。総延長は 70.4km、現道も 70.4km で、全国319位の長さです。池田から一度、兵庫県の川西に入り、再び大阪の野瀬、兵庫の丹波笹山と交互に進み、京丹波を越えて綾部に至ります。 稲川中の人倉ダムを建設する際旧国道173号がダムに沈んでしまいました今でも下水域になると旧道のトンネルが現れるそうです大阪兵庫県境付近に天王峠があります峠の大半は大阪側に属しており江戸時代に県境が確定したようです国道477号起点付近から立派なお城が見えます 実は大学の付属施設で歴史博物館として重要文化財が収蔵されているようです。池田から綾部まで国道173号で走破すると約1時間40分かかるようです。